を準備して。だから前の時もね、あの歌ってましたよね。歌ってました。はい、あの感じかな、はい、ひょっとしたら、うん、あの感じかな。はい、それでは曲を、じゃあ、あのゆかさんから聞きましょう。旦那、はい、どういうチョイスをしましたか。はい、ジュリアンド・マイクにマイクは被ってるから、まあいいけど、あ、いいですか。あ、はい、いいよいいよ。ジュリアンド・マリーでそばかすです。あー、なるほど。やったやった、来ました。なるほど。はい、理由とか、うんうん、その選んだ理由は何でございましょうか。やっぱりあの人斬り抜刀斎になりたいんで。なるほど、アニメから来ましたか。あ、好きなんですね。はい、あ、いいじゃないですか。そこから入ったわけですね、皆さんに。応援コインで、あの応援してもらえれば、あの後で気分良くなりますので、はい、殺さずのね、はい、やってみましょう。はい、さあ、わすごい、では来ましたでしょうか。はい、あ、いきなり来ましたよ、小林さんが3000コイン。歌ってもないのに3000コイン。歌ってもないのに。さあ、3000コイン、歌ってる最中にもガンガンコイン入れてもらって構わないです。はい、はい、それでは。はい、それでは坂崎さんでジュリー&マリーさんのそばかすです。なんか盛り上げよう。はいよー。大嫌いだったそばかすをちょっとひと立てしてた目気を一つ、ヘビー級の恋は見事に勝つぞとと前よりももあの歌はとてもそのキャラクターにあって素晴らしい素敵だったんですけれども、最高です。あの A チーム、はい、A チーム、はい、足引っ張ってないか。知りません。チーム愛の手が、愛の手がね、ほらほら、愛の手が今、愛の手がね、なんかもう本当ね、サラリーマンのおっさんみたいな。いやいや、そうなんですよ。本当にサラリーマンのおっさんを相手にしてるような。そうそうそう、盛り上げたつもりだったんだけどな。いやでもまあ低い点ではないので、うん、6.846、はい、素晴らしい。まあ、途中ちょっと金魚変わるというアクシデントもね、ありつつも、はい、はい、よくあの帳尻合わせたと思います。うん、あ、どうでした、あの歌ってみて。これもよく歌うんですか。あ、よく歌って、カメラはここだってね。よく歌って、座って座ってください。でマイクもなんなら預けてもいいですよ。はい、はい